ランパートストリートはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズの歴史的な通りの名称であるノースランパートストリートの歩道の表示タイルフォーバーグマリニー地域にて通りはミシシッピ側に並行する形で走っており川の上流側の中心業務地区を出発点としているカナルストリートを越えてからはフレンチクォーターの内陸側の境界線となっている 通りの名前ランパートは城壁を意味するが、これはフランスの植民地時代初期に都市を外敵から守るためにこの通りの北側に築かれた壁に由来する。現在、この通りのカナルストリートからセントクロード・アベニューの間は軽四車線であり樹木が植えられた中央分離帯が設置されている。カナルストリート、キャロンデレットストリートなどの通りと同様、 ランパートストリートも昔を思い起こさせる、古風な街灯を見ることができる。エリジャンフィールズアベニューを横切り、この通りは、フォーバーグ、マリニー地域へ入る。セントクロードアベニューと二股に分かれて、片側一車線となり、住宅街を抜け、その先のバイウォーター地域へ入る。工業水路との接点で一度途切れるものの、水路の対岸のローワーナインスワードでさらに続いている。 ジャズの歴史にその名を刻んだイーグルホールの建物かなるストリートとの接点から見て、川の下流側はノースランパートストリート、上流側はサウスランパートストリートと称される。現在、通りの上流側はフェリシティストリートを出発点としているが、19世紀にはアップタウンまで伸びていた。現在はアップタウンの部分はダニールストリートと名称が変更されている。 20世紀初頭から中頃まで、ランパートストリートは上流側、下流側ともアフリカ系アメリカ人にとっての商業、地域、エンターテインメント地域として重要な地位を占めていた。ランパートストリート沿いの見どころ、名所などには、下記がある。ランパートストリートは、サウス,ラトスト・ランパートストリート・パレード、アイブガットザブルーズフォーランパートストリート、 サタデーナイトフィッシュフライなどの曲にも歌われている。ありがとうございます。